塚山正音。不幸な男が生まれた。畳五条を隔て、カッと炭を飛ばすと玉のように飛び、向こうの紙少女を突き破ったというから、よほど肺や胸筋、腹筋の力が強かったのであろう。そういう俺が、足軽さ。異像、 十五のの頃からの次長である。戦国不運の頃なら望みのままにこれだけの異能ぶりを発揮できたものであろう足軽といえども藩士である名字対等の身で外形は侍は侍だが土佐藩では足軽には公式には名字を名乗らせなかった。